吉田さん、これじゃないですか。これ3-2ですかね。3-2?3-4?3-4 はこう、こんな感じですよね。3-2ですか、これ。みたいな放送でした。動画見ました？ああいう動画が僕のところに送られてくるんですよ。やめてほしいですね。あれ3-2ですからね、3-2。まあこれはもうシリーズに入れないですよ。これはシリーズに入れない、無視。これをね、億万長者合宿に入れ始めると、またこれ絶対増えるしね。これ絶対増えるんで、ちょ、増えるの阻止です。動画は撮るけど、あ、動画撮ってるから増えてますね。結果的に増えてるやん、みたいな。まあ、ああいう動画が送られてくるわけですよ。で、僕はそれに対してレスポンスしてるわけですね。まあちょっとね、もう限定公開してるんですけど、今ね、億万長者合宿のやつ。まあそのうち一般公開しますけど、今3本のリレーなんですよ。これちょっと3本とどめてほしいな。3本でちょっととどめてほしいな。まだ僕まだ結構詰まってるし、また今週東京行くし、もう久保さん暇すぎていいね、やっぱ。僕やることいっぱいあるんで。やることいっぱいあるんですよ。やることはあるんで。まあやることあるってのは楽しいですね。はい。まあということで、なんだ、3-2?まあ、3人ね、あれで飾られてて、あれいいんじゃないですか。3人。吉田さん、これじゃないですか。これ3人ですかね。3人ですよ。3人ですよ。3人ですかね。3人ですよ。3人ですよ。3、4じゃないの。まあ、3人ね、その GTR 3人っていうのは、まあ、まあ、3人の話しますけど、3人が一番人気なんですよ、うん、やっぱこれね、やっぱあの世代間なんですけど、やっぱこの3人が幻の車というか、でも海外では3、4が一番人気なんですね。でもこれ3人はね、やっぱね、車体が軽いし、なんだろうな、まあ一番なんか人気ですね、これが不動の、うん、やっぱその年代感がやっぱ出るんでしょうね。まあ、これやっぱこれが出た時にやっぱ、うん、伝説がこう幕を開けたみたいな感じですよ。もう3人乗ったことないですけどね、うん、そう、3人ってどんな感じなんだろうな。そう、でも僕の中では3、4がベストなんで。そう、やっぱね、 なぜ3人が僕は あんま好きじゃないのかっていうと、後ろのテールランプなんですよ。この後ろのテールランプがちっちゃいんですよ。で、3、4はでかいんですよ。まあ、これだ、そのあとはヘッド、うん、まあこれも、うん、ヘッドライトの部分ですかね。うん、まあこれエアロつけるとまた3人もかっこいいんですけど、ただね、後ろがね、3人の後ろがね、僕はまあ別にね、人それぞれ好みあると思うんですけど、僕3人の後ろがどうも僕の中ではあんまり響かないんですよ。そのプリティじゃないんですよ。プリティなケツじゃないんですよ。ケツが、僕は3、4のケツが好きなんで。どうですか、ケツ。僕ケツ好きなんですよ、3、4のケツが。3人のケツはね、ちょっとね、うん、迫力がないんですね。うん、で、やっぱそのヘッドライトの部分も3、4のところの方が好きだし。そう、だ3人はね、エアロをつけて前はかっこよくなるんですよ。でも後ろがね、なんかあれなんですよね、やっぱテールランプちっちゃいんで。まあでも、まあ3人もいい車だと思いますよ、うん、でね、3人で1時ですかね、今。あれ2時か、2時。なんだ、何言おうとしてたんだっけ。あ、そうそう、3人でその GTR マガジンでですね、3人でその40万キロぐらい乗ってる人が出てて、すげえなと。この愛着やべえなと思って、40万キロですよ、3人、うん、やっぱそのまあ結構その年配世代ですよね、ずっと乗ってるみたいな、うん、そう、うん、いや僕は3、4ですね、譲れないそこは。はい、まあ3人もだから、今度2034フェスっていうのやるんですけど、おそらくこれでかくなったら3233345並びますから、3233435並びますから、まあ多分来ますよ。
GTR 好き3233343535絶対集まるんで、2034フェスで、まあ、2034フェスって車のフェスをやるんですけど、久保さんと一緒に。多分これでかくなったら絶対にそのね、あの RB26 男たち全国から到着 RB26 の男たちみたいな、もうプロモーション PV 作るんで、あのその GTR のねケツをこう舐め回すっていうね、 GTR のケツを舐め回すっていうね、で動画撮りますよ。今度フェスやるんでね、フェスを、車好き集まれっていう、まあそんな感じですね。はい、では